パチ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 、はい、はい、3、2、1、どうも、アリアスクワッドのケンゾーです。ジュンです。トムです。マルクです。そして今回はなんとね、日本の街中英語がおかしすぎる件について、はい、これはね、あのケビンさんの動画を参考にやろうと思ったんですけど、はい、まあそれ見たかったらぜひ見てください、はい、実際に日本ではいろんな看板が英語翻訳されてるんだけど、はい、なんか昔の Google 翻訳を使ってるせいなのか、そうそう、超おかしいんですよ。めっちゃ間違ってて、たまには違う意味や、やばい意味をするやつもあったんですね、うん、はい、それをね、なんかまとめてきたので、はい、ちょっと一個ずつ紹介していこうよ。 OK、はい、で、どこが間違ってるのか指摘してって面白いやつもあります。じゃあまず僕が見つけた一つ目、はい、いきます。危ないから入ってはいけません。はい、Because you are dangerous, you must not enter. 訳すと、あなたは危ないから入ってはいけません。そうね、なんか直訳で日本語で聞くと間違ってないように聞こえるんですけど、普通にあなた自身が危ない人みたいな。え、僕が危ないのみたいな。そうそう、あなた自身が危ない人っていう風に捉えてしまいます。はい、これ僕見た瞬間爆笑しちゃったんですけど、撮影録画禁止のやつなんですけど、うん、ドントシューティング、バン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 、もう面白い。多分この看板見た外国人みんな爆笑したと思います、ね、いやでもね、シューティングってその前になんかフォトとか入れると確かにね、そういうシューティング、ね、撮影っていうことにはなるんですけど、シューティングだけだともうなんかそう撃つの撮る方、そう、あとドントシューティング、もう文法も間違ってます。間違ってます。ドントシュートか、はい、ストップシューティングとか。そうですね。さあ、はい、次は僕の一つ目、僕もこれちょっと爆笑したんですけど、はい、注意、この付近で痴漢が多発しています、はい、英語Warn a pervert。 これって日本語に、ちょっと待ってよ、これって日本語で訳すと、うん、気をつけて変態な人がいるよみたいなこと。違う、英語の Warn a pervert は日本語に訳すと、うん、変態を、あ、変態に知らせろみたいな。そう、知らせろって感じ。変態に知らせろ。そう、だからどっちかっていうとなんか変態を守るたびに、うん、おい今警察が来てるぞって感じで、そうそうそう、助けるって感じの気になってる気がするから。逆じゃん、もう。Warn a pervert. Or maybe warn them to not do it again. Warn a pervert. もうやんなよって感じで。まあ、わかんない。わかんない。寒い。寒いね。もうバルセロナも、冬になってました。見えなかった。どれ。じゃあ次、僕が見つけた1個目なんですけど、はい、これ普通の道の看板なんだけど、はい、左に行くとアラーツフト、右に行くと天神、上は行き止まりなんだけど、ジーエンド、英語でジーエンドって感じで、もう世界の終わり終わりみたいな。でもそれ道路のエンドって感じで、はい、一応意味は分かるよ。あ、ちなみに行き止まりはジーエンド。分かる。行き止まりなんだっけ。デッドエンド。あ、デッドエンド。それもさ、直訳するデッドエンドだから死の止まりじゃん。そう、死の終わり。でも面白い英語だね。まあジェンドなんかマインクラフト思い出してちょっと笑いました。確かに。ちょっとそこ行ったらエンダードラゴン飛んでんの。次のやつ僕面白いよ。次僕ですか。はい、次はですね、トイレがつまらないようにお使いください。、はい、の英語が Please use so that the toilet is not boring。 つまらない。つまらないが、つまらないが、されてるんだ。boring になってしまって、つまらない。でもうわ、つまんねえの、うん、つまらないの方の boring なんですよ。いや、トイレがつまるはどうやって言うの。クロッグ。で、これを読んだ外国人、なんかその場でギャグしそう。そう、トイレに向かって布団が吹っ飛ん。じゃあ次、こちら危険。これなんて言うの。ネット。ネット、オッケー。カット。OK。 絶対使われる。 NO。 危険、熱湯に注意。温泉かこれ。多分そうだね。柵の中に入らないでください。はい。 Danger. If you fall in the pond, you will be boiled. 即死じゃん。あなた茹でられますよ。まあでもいいウォーニングじゃないこれ。で、まあでも面白い、ね、面白い。入ったら死ぬぞみたいな。入ったら死ぬ。これなんかヒューモアのある注意の仕方っていう捉え方もできるか。確かに確かに。間違えたわけではないかもしれない、ね、間違えたわけ。意外とこれ何個かなんか面白くやったんじゃないね。ありえない。わざと。これは立ち小便禁止、防犯カメラで記録しています。No pissing on the security camera。 そういうことね。わかります。カメラにかけないでください。カメラにおしっこするなってことか。あ、まあ、カメラ以外だったら OK。 No pissing っていうのが面白いね。それだけでも普通言わないよね。あとね、今日本で面白い英語の看板の動画やってるんですけど、もちろん、あと外国でも入れ墨入れる人で日本語でめっちゃ間違ってるやつ入れる人もいる。ありますね。あの漢字でしょ。そうそうそう。その動画見たかったら教えてください。はい、高評価お願いします。よろしく。次、僕が見つけたやつ、実はね、日本の変な英語じゃなくて韓国での変な日本語。
これも見てちょっと面白かったから持ってきたんだけど、まずカペラテ、カペラテがカペラテになって、カプチーノがまあカプチーノ、カプチーノで、カフェモカがカフェモカ、ヘイゼルナッツ、ヘイゼルナッツがヘイゼルノ、ヘイゼルノで、アメリカーノがアメリカノ、次は何、モカゴールドマイルドが、それ合ってるね、あ、あれ、モカゴールドマイルド、ホットチョコがハッチョコ、ハッチョコ、これもなんかね、いいね、違うバージョンで面白かった、面白い、あ、そうですね、じゃあまずこの問題に関してなんですけど、この漢字読めますか、お、そうか、そうか、僕、言わないでよ、激曲、違います、激決めっていうね、これなんか超トリッキーな感じなんですけど、これ超直訳してて、ザ・ムーン・ウルトラ・パーキング・イズ・ビング・レクルーテッドって書いてます、だから超かっこいい文章になっちゃってる。ちなみにこれはもともとはどういう意味なの？これはその月払い、駐車場、まあ欲しい人募集してますよっていう、なんで The Moon Ultra Parking、 月のウルトラパーキング募集、これ全然意味合ってないね、漢字1個ずつ Google トランスレートに入れたみたいな、本当に。さあ次は、じゃあ次、まあこれは結構シンプルなんだけど、この水は飲めません、はい、 Water cannot drink、そりゃそうだろ、そりゃそうだろ、水は水を飲めません、直訳と合ってるよ、水は飲めません、 Water cannot drink、 直訳合ってるけど意味が全く違う、意味が違うね、これ水が水を飲めないって言ってる、そう、水自体が水を飲めないってこと、へー、次はね、僕ちょっとね、これダークなんですけど、何かお困りでしたら気軽に従業員へお声かけください、 If you have any trouble, please feel free to hang your employees。 これはやばい意味で間違ってます、ちょっとこれ訳したくもないな、声をかけるの、かけるがかけるじゃん、何かかけるで、それ hang your employees でするってこと、やめて、怖いやつ、怖いですね、見たときはこれやばいよ、怖い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 、次エスカレーターなんですけど、手前のエスカレーターをご利用ください、 Please use the escalator on your behind、逆じゃね、いや、そういうことじゃなくて、あー、ケツ、そう、あー、英語で You're behind っていう時は君のケツっていう意味なんだよ、だから君のケツのエスカレーターを使ってくださいっていう意味だ、何々の手前が多分ビハインドとして、そうそうそう、後ろとして使おうと思ったんだけど、これはケツのエスカレーター、まあ次はね、僕の最後の間違った英語なんですけど、ダンスフロア内での喫煙は他のお客様への迷惑となりますのでご遠慮くださいが、こういう役になってます、 Don't smoking in the floor from everybody。 今までで一番意味がわからない翻訳、これ僕がその英語でわかることはみんなから離れて吸えみたいなことじゃない、あ、じゃあ意味はわかったじゃん、 smoking in the floor from everybody、 意外と伝わるっていうのが、あ、意外と伝わるやん、フロア内で吸うな、みんなから、だからみんなに近づかずに吸えってこと、へー、直訳でいや超はちゃめちゃ英語、変だよこれ、見たら多分爆笑するくらい、じゃあ写真撮る系だよ、ここ二つあるんだけど、はい、これなんていうの、放送紙、放送紙、カット、ここ二つあるんだけど、ここまず一つ目、放送紙、うん、ラッピングペーパー、ラッピングペーパー、そして、まあもう一つあるんだけど、ロッカールーム、ロッカールーム、ロッカー、ねえ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 、 R と L の間違いがあるんですよ、ロッカー、あります、一つ僕覚えてるんだけど、なんかイッテ Q で番組でなんかレースで1ラップでしょ、 LAP がテレビで RAP って出てたの、それ僕確か香港に住んでた頃、それ見てなんか、え、なんで R になってなって、 R と L の間違いよく、え、日本の人 L と R の、そう、なぜなら日本はラリルレロしかないんですよ、確かにラリルレロがない、そう、ラリルレロとラリルレロ、ラリルレロとか、ラリルレロ、巻き舌日本語ではないから、それが難しいんだよね、みんな、そうです、続けましょうか、はい、行きましょう、カンニング、カンニング、カンニング、ご迷惑をおかけします、工事のためホームが狭ってな、ん、工事のためホームが狭くなっております、はい、壁際でお待ちください、はいはい、 Please wait in the wall、 進撃の巨人じゃないか、壁の中でお待ちください、壁の中、じゃあすり抜けるしかない、今見えてなかったね、ちょっと悲しい、空港かなんかでのタクシー降り場なんだけど、はい、タクシー
かっこゲラデリケみたいな。そう、降りるから、降りはだから、その、なんていうのに英語でタクシー降りは。ドロップオフ？ああ、タクシードロップオフ。ドロップオフ。でもそれをゲラって。出ろみたいな感じで書いて。わかりました。出ます。出てってください。はい。出てってくれよ。あ、もうない？ないです。あ、じゃあ僕、こちら。頭上、鳥の糞に注意。The birds survive. Please take care. どこから どうやってそうなったの？ね、サバイブは分かんない。鳥は生き残った。気をつけろ。なるほどね。意味が分かりません。すみません。はい、すみませんでした。じゃあ僕もないんだよね。トイレは綺麗に使ってください。Please use the restroom beautifully.まあ、それ面白いじゃん。いや、まあ、いや、これいいやつでも、ビューティフリーって絶対使わないでしょ。なんか、使わないけど、うんこするポーズをもうジョジョポーズでうんこするみたいな。ブリ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 。これも僕も終わり。終わりましたか。じゃあ皆さん、日本ではね、いくつかの面白い英語が街中にあるということで、もしかしたらオリンピックでもう結構良くなったって聞いたんだけど、いろんな英語喋れる人増えたり、でもこれは面白いと思う。同時に正しくなったりしてるみたいなんですけど、実際どうですか？ぜひコメント欄で教えてください。はい。そしてね、次回は外国人がおかしい日本語の入れ墨。これ楽しい。だってこれって僕たち街中でも時々見るやん。見る見る見る。たまに見る。なんか分からずに入れちゃってるんだよね。ね、まあそれ見たかったらね、高評価よろしくお願いします。よろしく。ちなみにね、この後僕たちバルセロナで今年初のクリスマスライトが今日つくのでね、そのビューティフルな夜景ブログするので、はい、それもお楽しみ に。ちなみに中心に行きます。あと一つだけ言いたいんですけど、そんだけだよ。この前ここで動画撮った時にワールドカップ応援しに行ったよ。おー、いやー、日本すごすぎました。日本おめでとう。おめでとうございます。いや、逆転かっこいい。次の試合、日曜日、コスタリカと戦うんだけど、頑張ってほしいですね。頑張ってくれ。応援してます。はい、応援してます。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。はい、アディオス。うわー。